が本当に公正中立な報道ができるような仕組みを作る。そうすると国民の知る権利が本当に守られるんです。そういうトータルで考えた情報戦というのをやるのが一番の国守りです。2つ目は経済戦ね。とにかく日本人が使えるお金を増やさないと、今のままの日本人は地理貧、子供の6人1人が貧困、ね、さらに今世界中物価高で日本は円安、トリプルパンチですよ、ね、30年のデフレと物価高と円安、本当に変わりますよ。今までで一番来るんじゃないですか。バブルの崩壊でやれたでしょ、リーマンショックでもやれたでしょ、ね、そのために日本のものがどん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 変われるね。大体ガーンと日本落ちた時に外国人買うわけですよ。でまた彼らが儲けて、でまたガーンと落ちて日本人買われてまた儲けて、でどん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 その度に日本の資産が外国人の方になっていく、日本の企業の株が彼らに買われていくということをずっとやられてきたんでしょ、ね、そういうことをやりやすくしてきたのが自民党と公明党でしょ。だから国民にお金を配るんですよ。これ以上円が刷れないんだったら政府支援でいきましょう。これ大丈夫です。まあ、安倍元総理がご逝去されて本当に残念なことになりました。私自身は安倍さんとは長い長いお付き合いで約40年になります。私の親父が長曽根康弘が総理大臣の時に私は総理秘書、また自民党総裁秘書をしておりました。安倍晋三さんは安倍晋太郎外務大臣の息子さんということで秘書してまして、まあ、サミットや国際会議ではご一緒していろいろな話をしてきました。それから韓国の前途韓大統領が日本に来ましたときに、ヒロミ君、青年を連れて韓国に来なさいというお話がありまして、私はやはり団長で、安倍さんの副団長で30人ばかりの青年部の皆さんと共に韓国を訪問したこともあります。以来約40年国の本当に大事なことに事柄に関して、例えば憲法とか皇室の問題とか、そういう